実は打ち明けたい話があるのです。聞きましょう聞きましょう。さあ、あなたの罪を告白し懺悔なさい。クルセイダーの洗濯物に興味津々なことですか？魔法使いの黒髪に鼻先突っ込みたいという欲望ですか？美しくも気高いプリーストに不相応にも劣情を抱いてしまったとかですか？こいつ！